イベント決定。あ、1月25日セレナっていう場所で、セレナ新しい会場です。詳細は下に概要欄で貼っておきます。はい、チェックしてみてください。シェーチェキラチェキラ。インスタバトル軽井沢編。いやー、軽井沢、軽井沢、わん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 、軽々な動き、そして軽軽軽井沢でもブス。 SP スタジオ新年旅行ということで、軽井沢にやってきました。仲いいふりしてます。仲いいふりとかやめろ。ドラえもん感がすごい。ドラえもんです。ドラミです。よろしくお願いします。兄弟です。兄弟でやらしもうてます。ほんまほんま。ジャイアンもいるしね。まあ、今日はね、好きなものをとりあえずワンアイテム以上買ってもらって、あとはもう好きにしてもらっていいです。そんなに止まらなくなっちゃう。マジでやばいな。まあそれでね、各々買って好きな格好でインスタ写真を載っけて、はい、皆さんの投票でやると。おー、ハンデちょうだい。ハンデノリ2000で足んないんだっけ。もう全然1位だったよね。5000だよ。この前5000やった。ノリさん2500マイナス、はい、僕1000マイナス、うん、じゃ あとはもうみんな700プラス。おー、いやー、700プラス。いやー、聞いてる。初期やってないから。そう、初期やってないんで、今回初参戦なんで、じゃあ僕のインスタに書きあげます。おー、おー、なるほど。はい、平等にやる。もうインスタやりましょうか。やる、やろう。こっからやろう。やりましょうか。そうね、まあ、そうじゃないから。軽井沢でテンション上がってすごいなっていう、うん、楽しいとこアピールするとこなんだよ。ああ、もうどうしようもないわけよ、こっちは。空気ぶち壊れですよ、これじゃあ。もうもう行こうや。行こう。なんで鼻水出てるの。寒くてしょうがねえ。これに関してはしょうがねえ。しょうがなくない。でも僕ね、最大級らしいんで。これ全部っすよ、これ。これ全部全部アウトレットなんです。できないのよ。強兵出てきたし、急に。ヒロさんもいますから、ね。こんにちは、アキマルです。リボンさんはね、ちょっとあのゲリがすごいらしいので。はい、ゲリじゃあ行きましょうか。はい、帰りましたね。マジ軽井沢でかいね。軽いね。やばいね。バッカ野郎、俺軽井沢18回目ずつだよ、この野郎。え、ばあちゃんの友達が軽井沢住んでんの。声でかいな。鬼ヤンマ17匹捕まえたいんだ俺は。そのエピソードなんだ。腹減ってきたね。腹減ってきた。いやもうね、さっきからハンバーガーとかケバブとかの匂いの誘惑にやられそうだから、うん、鼻呼吸をしたら。やばい、絶対お前ら鼻呼吸するよ。行きたがろ。やばい、長い長い。あー、もう耐えきれない。あー、怪物が来た。我慢するんだ。超能力。うるさいうるさいね。普通に食べてる。おい、見ろよ、タスキ。絶景すぎん、これ。あれ、綺麗すぎん。だる。見ろよ、この景色。だる。何この輝き、見て。あー、でもいけてる、めっちゃいけてる、めっちゃいけてる。からの、このまま行ってみん、綺麗すぎん。シューンって。はい、綺麗。はい、綺麗。おー、見つめて恋すること。綺麗。一つ一ついいですか。うん、一つと言わずに二つ。背がすごい。買いすぎ。言っとくけど俺今日もう買いちぎりまくるって決めてたから。俺すごいエイプあるんすよ。あ、これがエイプだったんだ。俺今から行くのかと思ってた。俺バイレーツだと思ってた。海賊軽井沢暑いね。今からもうノリがもう癖だらけのパン使ってるんで、皆さんチェックしてください。もうなんかこんだけ食べたら気持ちいいわ。すぐ買うから。やばい額だから。さすがやっぱ多分違いますわ。ちぎってるとか言って、お前もちぎってる。あ、結構やってる。大輝もらってエイプと、エイプとあのラージも買った。ラージのね、帽子ですよ。ベルンダウン、ベルンダウン。はい、インスタ撮影風景です。イノシシではないですから。すっごい邪魔されてるけど。全然動じて。すっごい邪魔されてる。全然動じないらしい。みんなインスタ撮って、やっぱ知って服好きやなって。好きやな思いましたかね。一応ね、僕もさっき買ってなかったですけど、1個ね、攻め攻めのパンツを買いました。今着てる服が一番攻め攻めやけど、これがもう大体3度見されます。さっきダパンプですかって言われたもん。はい、ということで、はい、
きましたけれど、あれ二人よ、二人よ、二人だよ。たつきさんは普通にお都合的に帰りまして、はい、お都合ね、お都合。のりさんがもうなんとインフル疑惑で、ね、あ、早速ね、買ってきた商品を紹介していきます。紹介します、きょうえさんから。私から、はい、まず帽子を見てほしいね。端はこちらです。ダーン、これです。あー、なんだこれ。インナー出さない。いや、もう紹介お願いします。え、雑だね。違う、いやいや、もっとやって、フューチャーしてよ、フューチャーして。いや、なんか別に興味ない。これが7500円、これが8000円、このキャップが、はい、合わせて15000円です。安い、私ですか。はい、おお、かっこいい、かっこいい、いいよいいよ。ローだね、ロー。おーおーおー、トラファルガーローをね、意識しました、私は。うわー、かっこいい。で、まずこの帽子、まあ実は競泳とね、ただの色違いっていう感じになっちゃったんだけど、かぶってるね。おしゃれ、おしゃれ。これがね、かわいいね、おしゃれなの。これ一緒だぞ。なんでその違う反応が。なんかつまんないのよね。目立たないじゃない、この毛の感じがあんま伝わらなくない。そう、黒、普通のキャップ感ある、これ。てか、なんか背負ってる、これ。あ、そう、これ背負ってます、なんと、ね。はい、それが、はい、こちらです。はい、これ良くない？なんじゃこれ。良くない？これ、リュックにもなるし、ポーチにもなる。これ、2ウェイ。何言わなくていい。こっちで言って。これ俺も可愛い。そう、いいでしょこれ。あれしよう、カメラ入れにしよう、これ。言えねえ、カメラ入れ。ダメだ。じゃあ、リアル。で、あとね、実はもう一個買ったんだよね、はい、お、エイプのこの、おわ、出ました、エイプ、はい、来ました、エイプのパズル。うわ、これは可愛い、これマジで。このペンギンちゃんがね、いるわけよ、ここに。あ、ペンギンちゃんじゃないか、これ。はい、トーク終了。あー、はい、大輝さんです。はい、俺まとめてきた。あ、これももしかしてエイプやん。これも上、エイプなんですよ。エイプ、もう一個あるんですよ、これ。やばくないですか、これ。おー。え、なんでキャップ被ってないの。え、お前、え、なんで、やばいって。返してもらう。いや、待ってください、待ってください。いや、ちょっと待ってください、待ってください。これエイプだから、エイプ。エイプじゃないか。お前、いい加減にしろ。でも俺正義として取りたかった。じゃあギリギリ正義。あらー、正義だよ。見てください、これが。これ前、俺エイプマジハマってて。大輝エイプ好きなの。大輝、これ見てください、このエイプ見てください。いや、でもこれはマジでかっこいい。これ見てください、これかっこいいでしょ。後ろがこうなってて、これも超かっこいい、かっこいいでしょ。今月誕生日だもんね。今月誕生日だからね。募集中、募集中です。俺も誕生日、俺も誕生日。マジ、お前何募集中、お前何募集中。エイプ ST の格好好きな人にはおすすめです。いや、もう大好き。僕が着てるこのパンツ、そう、これやばいんですよ、エイプ。これもかっこいいよな。じゃあ僕のターン。はい。あー、あー、いいね。いいじゃないっすか。これエイプでジャケット合わせやっちゃうんだよね。俺めっちゃ欲しかったよ、これ。ラージだし、ゲータレードだし。ゲータレード、ゲータレードだ。もうセキさん大好きだから。いいね、ワンポイント、ワンポイント。やっぱゲータレードオタクだから俺はさ。で、靴ももうゲータレードで揃えました。そうだよね。そしてこの、いや、もうこれでしょ。ライオンキャップ、これカシラさんっていう前衛的な帽子をめっちゃ扱ってるところ。奇抜ですよ。あ、カシラってさ、前も紹介してる、うん、前も紹介してる。前のアウトレット企画でも結構みんな買ったんですけど、うん、もうそれぐらいね、おしゃれなやつが多い。正義なんかもう派手なもんをさ、揃えすぎてさ、これ被ってももう何もいいもん。何もない、何もない。全然、いや、これ自分もそうだったもん。これ着て歩いてること忘れてた。全然普通だ。絶対派手な帽、派手すぎる帽子なんだけど、ちゃんと似合うっていう、何も違和感ないんだよね、もはや。ちょっと寝癖強めの正義だもん、これ。見たことある。マジで。いくら？リュックが6000円ぐらいで、これが13000円。おお、いいね。で、この黄色のズボンがこれ7500円で、この帽子が8000円ぐらいだから、うん、めっちゃ違うな。34000円。まあそんぐらいっすね。振りちぎってるね。いいね、大輝くん。これはこれ17000円かな。おお、なかなかいいもんやで。この帽子が6000円、23000円で、おー、チェックアウトです。部屋から出たんか。はい、僕がこれ8000円ぐらいで、はい、1万2000円とか。おお、まあ、2万ぐらい、まあ、2万ぐらいか。たつきさんとのりさんの写真一応載せときます。はい、こちらのりさんもたつきさんも下だけですね。二人ともなんか似合うし、攻めてる感じ。たつきのラジのね、かっこいいな、ね、かっこいいよな、あれ。あの感じでね、ストリート界に顔を出してきたというか、そうそうそう、見た瞬間も俺、惚れたもん。普段結構ね、まともっていうか、ちょっとちょっとだけ空いてるよね。まあ、空いてるからね。ああいう格好されると確かにね、気分でなる。やばいよね、お前。まあ、お二人さんとも多分、まあ1万円、1万2000円とかじゃないですかね、うん、そうだね。ノリのもこれエイプだしね。そう、エイプです。この後、はい、インスタ飛んでみてもらって
て、皆さんのいいねで、投票でね順位が決まりますので、あじゃあいいねよろしくお願いいたします。いやマジで頼む、ほんとに結構ハンデ設けてから順位がもうランダム、そうだよね、これは狙いますよ。いやもうこれ1位だよ。たつきさんだけね、たつきだけちょっとインスタやってなかったんですけど、はい、アウトレットで舞い上がって始めましたので、はい、フォロー皆さん概要欄からフォローフォローお願いします。フォローお願いします。ということでチャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。うわぁ、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。好きになって信じたって、どうせ恋なんてこの一歩が踏み出せない、自分が許せない。